今から鶏のもも肉焼いたし食べるわ。フライパンで塩コショウして、んでちょっとすき焼きのタレをかけて、弱火でグツグツと蒸し焼きみたいな感じで、皮はパリッと多分してると思います。うん、おいしい。明日は休みですけど、大体7時起きでやることがあるんで、うん、おいしい。やっぱ塩焼き、塩コショウの味付けが一番、この何でもそうですけど、素材が分かりますね。素材の味は、もも肉焼いたんですけど、結構よく焼きになってしまいまして、マヨネーズかけてます。もも肉はなんで美味しいんだろうな。あ、もも肉にニンニクのチューブニンニクもかけたんで、ニンニクの味も結構ついてます。